こんにちは。今日はですね、1月7日火曜日ですね、週が明けて1日経ちましたけども、前回ですね、イラン情勢の話をして、で、そこからまあ相場が一旦落ちた後、まあまた上がってきますよという話をしたと思います。まあそういう突発的なニュースで一旦下げるけど、まあそこからまた、上がってくるような流れに、なりやすい。今年はそういう動きが多いですよというところで、まあ、2020年爆撃を出すトレード戦略でもそういった、ね、話を解説、まあ、そこはギャップを使って窓開けを使って取りに行こうっていう話をしてるんですけども、まあ、ただ前提の優位性っていうのは、やっぱサプライズによってドーンって落ちる、でそこからまた上がっていくっていう、まあこの繰り返しですよね、今年に関しては、まあ、それはしばらく続くのかなと思ってる。で実際に、1日経ってね、どういう動きになったのかっていうのは、ちょっと僕のポジションも含めて解説をしていきたいと思います。ちなみにですね、今日1月7日なんですけど、僕誕生日なんですよ。もうね、すでにたくさんの方からちょっとメッセージいただきまして、いやー、なんかね、頑張りたいなとまあ本当、まあこれ前も動画で話したんですけど、もう6周年に一度なんで、今年その干支ですよね。だからネズミ年で、かつその狩野絵っていう年が重なるのって、まあ、僕の人生の中で6周年に1回なんで、次95歳とかなんですよね。だからもう、ことに行くしかないよねっていうところで、まあ、トレードも自分のビジネスとかも全部ひっくるめて、ちょっと本当勝負に出ようと思ってるんで、まあ、またその辺はレポートしていきたいと思いますけども。はい。ということで今年もよろしくお願いします。トレードの方は、そうですね、日経、僕はね、ロングしましたね。で、やっぱね、2万3000円っていうのはね、一つ、これは、ロングを拾いに行く上では、結構重要なポイントだったんですよね、ここ。で、やっぱ3回ここ試しに来て、止まってるじゃないですか。ここ1回、2回、これ冷やしですけどね、3回止まってきて、で、調整で落ちてきたってなった時に、やっぱね、ここはもう、一つ絶好の買い場なんですよ。で、さらに、まあ、イラン情勢で下げてたんじゃないかなと思うんですけど、ビックスそんなに上がってなかったですよね。だから、まあ、そういうのも一旦のその調整、まあ、そういう、こう、材料を使って一旦利食いをしてくるというか、で、また新たにポジション仕込んでいく、まあ、そういう呼吸ですよね。一回息をこう、まあ、吸いに行くというか、で、吸って、また吐いてっていうところですよね。その、息継ぎのところかなと思ったんで、だから、ま、引きつけて2万3000円近辺で、ロングしたっていうところですね。で、ロングするときに見てたのはやっぱ1時間足ですよね。ここで、この2万3000円まで近づいたところですよね。で、持ちこたえるかどうかが結構重要なんですね。で、持ちこたえて、かつ、陽線って出たんで、あ、これもう一旦下の流れ終わりかなっていうのは思ったんですよね。陽線って続いてるじゃないですか、ここ。で、そこまでって、陽線出た後に、また陰線とかで落とされてるんですよね。2万3000円のところの攻防ですよね。で、その手前の、例えば2万3200円とか、その辺の攻防ってそんなに重要ではない。節目ではないから。よりも、この2万3000円まで来た時に、陽線って続いてる。っていうことは、買いがやっぱり入ってきてるっていうことなんですよ。で、一旦、まあ、そのあたり、2万3130円ですね、僕がロングしたのは。で、ロングしたの NYY って言って、円建ての日経なので、ちょっとね、価格が30円ぐらい違うんですよ。今表示してるのは、ドル建ての日経なので、価格が30円ぐらい差があります。で、そうですね、他の23100、このチャートだと150円ぐらいでエントリーしてます。で、はい。あ、今、ちょっと若干下げてきましたね。23,420 円ですけど、エントリーしたのが、23,130 円ですね。NIY の。で、3枚ロングして、で、1枚を、もう3分の1ですね。23,400 円で1枚リグってます。で、残り2枚を引っ張ってるんですけど、結構いいところでこれ拾えたので、まずはね、もう1枚は23,700 円ぐらいまで引っ張りたいんですよ。で、まあその理由としては、まあ本当これ簡単な話なんですけど、ボリマンのミドルが23,700 円だからですね。だから、まあ大体直近の半分ぐらい、
その下落幅の半分までは引っ張るっていう意味で 23,700 円でもう1枚利食いで、残り3分の1のポジションを高値のブレイクまで引っ張りたいなっていうところです。で、まあもちろんそのここから高値を超えていくかどうかは分かんないんですけど、まあでも前提としてアップトレンドなんで、そしていい押し目で買えたっていうところで、直近高値のブレイクを狙っていくっていうのは、トレンドフォローではもう基本かなっていうところなんで、まあポジションのね3分の1はそこまで引っ張るっていう、感じになります。はい、なのでまあ王道のトレードですね、本当ね、王道のトレードだと思います。で、それ以外の、相場、まあ、金はね一旦窓を開けたのを埋めてきましたね。ここはやっぱもうちょい下げてほしいんですけどね、金は。うん、ちょっとここまだ買うのは早いですねとは思ってます。で、米ドル、ドル円に関しては、そうですね、円安、円高まで行ってたんですが、まあ、ここで反転のテクニカルが出て、一旦円安に戻してるっていうことですね。で、今ちょっと調整少し下げてきてるところですけど、この形はポンドドル、そしてユーロドルでも出てましたね。うん。ここですよね。まあ、ちょっとね、ポンドドルに関しては形がちょっといびつなんで、これは入りづらいかなと思うんですけど、うん。まあ、でも一旦上に戻して一服してるっていう感じです。ユーロドルもそうですね。まあ、ユーロドルの方が綺麗に反転のこの形は出てますよね。まあ、リバースヘッド&ショルダーですね。うん。こういう、で、こういう感じですよね。非常に綺麗な形で出ていますと。ところです。で、今またサポートまで落ちてきたっていうことですね。で、ゴールドル、そうですね、OG に関しては、これまあまた、下げがね、来てますけど、0.7033 までいったのか。0.71 まではちょっと届かなかったですよね。で、今また反落してきてるんです。やっぱりからのトレンドフォロー、これ狙えたらよかったんですけどね、ちょっと、うん。この持ち合いでミドルまで、ミドルバンドとかまで来れてない、届いてないんで、は発動はしてないんですけど、形としては、これは狙いたい形ですね。ただ、ボリバンミドルまではちょっと到達しなかったんで、残念ながらこれはね、エントリーは。ルールに従うんであれば、ちょっとエントリーは難しいですけど、まあでも、トレンド転換してきてるっていうことです。で、やっぱ、前も話しましたけど、一周足とかで見たら、やっぱ、まだまだ弱いんですよね。で、ここの高値ありますよね。2019年7月の高値。この辺を、やっぱ超えてこないと、0.71 ぐらいですね、やっぱり。超えてこないと、周足レベルでの買いはやっぱ入ってきづらいですよね。どうしても今ここでやっぱ落とされちゃってるんで、うん。まあ、ここからまたダウントレンド転換っていうのは全然ありえますね、これは。はい。なので、OG は、これ下げてきたからといって安易にロングは危ないですね。なので、しっかりと、まずは、ちゃんと見届けた方がいいです。うん。そこからでも全然遅くはないですよね。なところですね。で、日経はね、うん。ここから、まあ、再度、高値狙っていってほしいんですけど、一つポイントはやっぱ今日のアメリカ次第ですね。今日のアメリカ市場の動き次第と思います。ここからまた、S&P500 が最高値超えてくるかどうか、かなり戻してますけどね。いい感じで。で、1,2,3、4本連続4時間で陽線つけて、ちょっと今、小休止ですよね。で、こっから再度上にブレイクしていったら、また引き続き、やっぱ買いだよねっていうモードになるとは思うんですよ。うん。で、ダウも、こっから上ブレイクしていってもおかしくない強さを発揮してるので、はい。その辺、ちょっとね、見届けつつ、日経のポジションはちょっと調整していきたいと思います。まあ、どの道ね、23,700円ぐらいまでは、うん。最低限、残りのポジション、3分の2のポジションを引っ張りたい。で、理想は残り3分の1を最高値ブレイクまで引っ張りたいっていうところです。で、やっぱ前も言いましたけど、今年はそういう突発的なそのニュースによって、ギャップダウンからの冷静になって埋めていくっていうパターンですね。それをちょっと狙いたいところなんですよ。だから落ちてきた時がやっぱチャンスです。で、あとビックスは日頃からちょっと見といた方がいいと思います。今回結構下げたにもかかわらずビックスがあんまり反応してなかったっていうのも結構重要なポイントかなと思うので、本来もっとパニックになってたらビックスは跳ね上がるはずなんですよね。でもそれなかったんで、そういうところもちゃんと見ていくといいかなっていうところですね。
はい、そんなところでひとまずですね、昨日の今日みたいなあの話になってますけど、とりあえずそのイラン情勢直後の相場は結構重要なので、その辺の動きを解説をさせてもらいました。で、引き続きまたなんかあの面白い動きがあったら、習慣とは言わずね、都度都度相場解説の方は取って配信をしていきたいと思いますので、こんな感じでちょっとね、あっさりめに一回一回終わっていこうかなと思います。それ以外のね、その例えばこの前アップしたローソク足の基礎みたいに1時間がっつりのやつもちょっと今後もっと上げていくんで、次はね、移動平均線をもうかなり掘り下げた動画を撮ろうかなと。もう初心者の方が見たらもう、ね、移動平均線のことバッチリっていうちょっと動画をまた撮りたいなと思ってるんで、実践的な使い方ですよね。基礎知識から実践的な移動平均線の使い方まで、しっかりと一本の動画で理解できるようにですね、分かるように撮っていこうと思うので、そういうのも、上げていきたいと思いますんで、また楽しみにしててください。で、あとですよね、メルマガの方ではそのトレード上達のですね、その秘訣、逆張りからのトレンドフォローっていうですね、僕の鉄板手法の解説動画はもちろんですよね、そのトレード上達の本当のその大事なポイント、なかなかこういった動画では全部お伝えしきれないっていうのもあるので、もっともっとね、掘り下げた大事な話があるんですけど、なかなか動画が伝わらないっていうところで、メルマガみたいなね、そういう場でちょっと詳しく解説をしているので、もちろんその YouTube で発信している内容だけでもかなりトレードスキル上がると思うし、マイナスだった人がトータルプラスになるとか、月間300ピップス、400ピップス取れるようになりましたみたいな報告も最近毎日来るんですよ。で、逆張りからのトレンドフォローだけに絞ってやるようになったら、一気にトレード力が上がったっていう方も本当たくさん出てきていて、ツイッターの方でもね、そういった感想をたくさんもらっているんです。ありがたいことに。本当にね、すごい、まあ嬉しいですよね。そうやってどん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 トレードスキルが上がっていって、かつね、その自分の生活も豊かになって、そして、その上でもっともっとその稼いだお金をなんか人のために使っていくとか、それによって何か新しいものを生み出していくとかっていう人が増えていったら、まあ世の中活性化するじゃないですか。単純にすごいいいなとは思うんですよ、それはね。ということで、そのトレードスキルですよね、はどん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 伸ばしていってもらえたらなと思うんですけど、ちょっとね、ここだけではなかなか解説しきれないところもメルマガではお伝えしているので、ぜひ読んでみてほしいなと思います。本当、そのトレード上達の真髄って何かっていうところを、伝えているので、それも読んだ上でまた動画見てもらうと、入り方とかね、捉え方また変わってくるんですよ。なので、ぜひ見てみてください。あと、チャンネル登録とまた高評価の方もぜひ、お願いします。あ、ちなみにメルマガの方はですね、多分この画面のどっかから登録ボタンが出てると思うので、そこから登録して読んでみてください。逆張りからのトレンドフォローの解説動画は、メルマガ登録するとすぐ届くので、ぜひそれも見てみてください。感想もまたね、送ってもらえたら嬉しいです。